はい、こんにちは、佐々木です。今日ですね、初心者がなぜ稼げないのか、その疑問点ですね、解決します。はい。なぜ稼げないのか、はい。販売場所を理解してないですよね。ヤフオク、フリル、メルカリ、アマゾン、いろいろあるんですね。輸出もあるんですけど、その販売ですね、どうやったら利益出せるか、その販売をですね、活用ですね、方法を理解してないですね。まず、はい。そうです。次ですね、売る商品はどれが儲かるか、これを把握してないです。1個売って商品どれだけ儲かるか、はい、1個売って100円儲かるのか、1個売って1万儲かるのか、1個で10万儲かるのか、はい、1個売るかどれだけ利益出るかで、転売で決まってくるんですよね。はい、で、あの利益出せばですね、仮に不良品を出したとしても、逆にジャンク品として売れば利益出せますので、このあの把握ですね、これをできた人が多いんですよ。はい、でその次ですね、商品仕入れた時にですね、不良品が大量にあるかどうかの把握なんですよ。で、これどういうことかというと、まあ日本製で仕入れれば、日本ですね、まずですね、あの返品等もできますので、まあ安心できるんですけど、逆にですね、海外ですね、アメリカ、まあ私もこれちょっとやってるんですけど、アメリカで商品入手ですね、元はボコボコですね、配送段階で向こうの人は泣けるんですよ、あの中国と一緒で。なので商品はボコボコですね、普通におもちゃなんですね、傷んでます。なのであのボロボロで来る場合はあるんですね。で、最悪ですね、もう、商品がですね、赤字ですよ、これは。もう、ジャンクなんで。ですので、取り返しはできないですよ。はい。ですね。で、まあ、簡単に言っちゃうとですね、まとめで、まあ、ちょっと言うんですけど、商品はですね、安い商品ですね、よく安い商品を大量売ってる人いるんですけど、利益出ればいいんですけど、逆にですね、その商品が、ライバルが多いとですね、出ないんですよ、利益。はい。それともう一個、ここですね、めんどくさいのがありまして、梱包の問題になってくるんですよ。で、確かに外注使えばいいんですけど、ここ利益出せるかなってくるんですよね。利益出せるかどうか話した時に、ほとんど出ないと思うんですよね、これ。うまくやっていかないと、まず 100% 利益出ないんですよ。はい。で、もう確実にですね、商品がボロいとですね、100% 赤字になります。まあ、これ私やったんでよくわかるんですけど、まあ、輸入段階でボロいと、もう出せないんで、新品出せないんですよね。そうすると赤字なんですよ、もう。で、ヤフオク出すじゃないですか。もう赤字です。最悪の場合はですね、まあ、レゴを入れたときに、レゴの、アマゾンドットコム入れたんですよ。で、レゴですね、新品で入れて、発行ボロボロですよ。はい。しかもですね、ヤフオクで売ったときにですね、マイナス1万円で、ですね、こうレゴのマニアの方、四国の方買ってくれたんですけど、レゴのマニアの方で、私が売ったのはですね、日本で売ってないんですよね。ほんで、買って、調べたら、商品が足りないって言われたんですよ。で、私はですね、多分この方、良心の方で、私がこの商品自体を分かってない方だったんで、まあ、用意してくれたんですけど、その、新品ですらですね、アメリカに輸入すると、商品がもう足りないんですよ。はい。で、レゴの結構マニアの方ってすごい詳しいんで、まあ、自分で輸入してから大丈夫ですよって良かったんですけど、こういった場合はね、ですね、OB 輸入って 100% になります。中国もあります。まずですね、100% 信用できないんですよ。海外に行って。はい。で、これ言いたらもう 100% 赤字になるんで、もうボコボコですね、もう。もう、涙出るぐらいです、ボコボコです。逆にですね、カメラの場合はですね、中古品でもやり方によって他の出品者にも早く売れて、逆に高く売れるんですよ。僕はこれ得意なんで、100% 利益出せます、1万円とか。最近だと3万円とか出してるんで、もう1個の商品で3万、4万とか出せますんで、出せます。はい。なので、逆に、ジャンク品って時もあるじゃないですか。ジャンク品でもですね、利益出ますので、ヤフオク出ますので、まあ、逆に赤字になったとしても、数字は出ます。数千単位とか。はい。なので、もうこういった安い商品だと 100% 赤字です。もう、利益出ないんです。最悪もゴミ箱ですね。はい。なので、転売うまくいかない人っていうのは、まず、原点に戻って全部、やめます。今やってる転売全部やめて、まあ、カメラで、私はカメラなんですけど、カメラ、まあ、私もうまくいかなかったんで、これはもう、一応利益出ないですけど、めんどくさいんでやめちゃったんですけど、カメラですね。カメラをやるか、もう一度ですね、原点に戻って、利益出るですね、商品を探してですね、それを転売を行うようにしていかないと、100% 出ないので、時間の無駄です。ぜひその点で注意していただければいいかと思います。はい。では今日も一日ありがとうございました。番組登録お待ちします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。